エルフ。エルフ、複数、系、は、ゲルマン神話に起源を持つ、北ヨーロッパの民間伝承に登場する種族である。日本語では妖精あるいは商用性と訳されることも、多い。北欧神話における彼らは、本来、自然と、豊かさを司る、小神族であった。エルフはしばしば、とても美しく若々しい外見を持ち、森や泉、井戸や地下などに住むとされる。 また彼らは不死あるいは長命であり、魔法の力を持っている。JRR トールキンの指輪物語では、懸命で、半身的な種族である、エルフが活躍した。この作品が成功して、以降、トールキン風のエルフは、現代のファンタジー作品における定番となった。英語では、エルフ、エルフの複数型は、イーレフェス、あるいはエルブスである。 エルフとの関係やエルフの性質を表す形容詞に、エルバン、エルヴィッシュ、エルフン、エルフィッシュがある。現代ファンタジーにおける慣例では、綴りに、V を含む形容詞、エルバン、エルヴィッシュは、人間型のエルフに使われる。これは、バイキング時代の北欧神話のエルフ像と一致する。綴りに、F を含む形容詞、エルフン、エルフィッシュは、小柄なエルフに使われる。これは伝承上のエルフや、 ルネサンス期、ロマン主義期のエルフ像と一致する。欧州各国では、以下のように呼ばれる。エルフ、エルエフとそれに関係する単語は、陰王祖語で、白いを意味する、アルブに由来する。アルブはまた、ラテン語で、白いを意味する、アルバスや、ポルトガル語や、英語のアルビノの語源でもある。エルフに関する、最も古い記述は、北欧神話にある。最初期のエルフは、 このレド語で、アールブ、ALFR、副、A ローファーと呼ばれた。同時期の記述は存在しないが、後の民間伝承に登場するアールブと、語源的に結びついた多くの単語の存在は、エルフへの信仰が古代スカンディナビア人だけのものではなく、ゲルマン民族全体で一般的であったことを強く示唆している。エルフは、北欧神話に様々な形で登場する。 現代の私たちが当時のエルフの概念を明確に定義づけることはできないが当時の人々はエルフを強力で美しい人間ほどの大きさの存在として理解していたように思われる。彼らは一般的に先祖崇拝と同様に豊かさと結びついた半ば神聖な集団として言及される。エルフの存在は自然の精霊や死者の魂に対するアニミズム的な信仰と 類似していて、いほととんど全て人間のの信仰と通じるものがある。もがあほぼ間違いなく、ゲルマン民族にとってのエルフとは、ギリシャローマ神話における妊婦や、スラブ神話における未来あるサールかのような存在であったと思われる。スノーリストルルソンは、ドベルグ、ドワーフ、タン、ディーバーガー、服、ディーバーガーについて、デックアルブ、闇のエルフ、タンディ DKKLFR、服、ダケヤまたは、 スバルトアルブ、黒エルフ、タン、スバルタルフレ、フク、スバルタルファーとして言及しているが、このような使用法が、中世のスカンジナビアにおいて、一般的であったかはわからない。スノーリは、ダークエルフではないエルフを、リオスアールブ、光のエルフ、タン、LJSLFR、ク、ルジョセルファーと言及しているが、この使用法は、エルフとアルブの語源的な関係と関連していい。 スノーティは、スノーティのエッタにおいて、彼らの違いについて説明している。スノーティの作品の外に、北欧神話のエルフの姿を求めるならば、スノーティの作品以前のエルフの存在を証明する、証拠は、スカルド氏、金賞氏、エッタ氏、コエッタ、サガなどに見つけられる。エルフはここで、おそらく、すべての神々を意味する、アース神族とエルフという関によって、 アース神族と結びつけられる。一部の学者は、エルフを万神族と比較したり、あるいは万神族であるとしてきた。しかし、うエッタのアルビースの歌では、各種族が様々なものにつけた名前が紹介されるが、エルフは、アース神族とも、万神族とも異なる風習を持つ種族として描かれている。しかし、これは、行為の法上神である万神族と、 定位の法上神であるエルフとの違いを表したものかもしれない。またフルエッタのグリームギルの言葉では、万神族のフレイは光のエルフの故郷であるアルフヘームの王であるとされている。同じくフルエッタのロキの口論では、エイギルの館で宴会を開かれ、アース神族とエルフの大集団が縁に呼ばれている。ここでフレイの従者、ビュグビルとその妻、ベーラが登場するが、 二人が神々の列に加えられていないことと、フレイがアルフヘームの支配者であることから、この二人がエルフであることがわかる。一部の研究者は、ン神族とエルフは、スカンジナビアの青銅器時代の宗教の神であったが、後に、主神の座を、アース神族にとって変わられたと推測している。ジョルジュ・デュメジルをはじめ、その他の研究者は、ン神族とエルフは、一般人のもので、 アース神族は、僧侶や戦士階級の神であったと主張している。ネルトゥスも参照。スカルドのシグバとソルザルソンは、1020年頃の投稿誌、オーストローファー・ハービサーの中で、彼がキリスト教徒であったため、スウェーデンの異教徒の家で、エルフの釘、アルファブロットののまかないを拒否されたことについて、触れている。しかし、エルフの釘について信頼できる、さらなる情報はない。 しかし他の国、BL、トンと同様に、エルフの国にも、食料の提供があっただろう。そして後のスカンジナビアの民間伝承も、エルフにもてなしを捧げる伝統を保っている。これに加えて、コルマクの佐賀では、エルフへの捧げ物がひどい戦傷を癒すことができると、信じられていた様子が描かれている。スカンジナビアのエルフは、人間ほどの大きさであった。 ゲールスタットエルフのオラーフ王やベルンドの歌で妖精の王と呼ばれているタニヤシ・ベルンドなど名声ある男性は死後エルフの列に加えられることがあった。古代の北欧の人々はエルフと人間との混血も可能だと信じていた。フロルフクラキの佐賀ではデンマーク王ヘルギは彼が出会った中で最も美しい女性であるシルクをまとったエルフと出会う。彼は彼女を交換し、 娘のスクルドが生まれた。スクルドは、フロルフクラキの殺害者ヒョルバルズルと結婚する。エルフとの根結であったスクルドは、魔術に通じており、そのため戦場では無敵であった。彼女の兵士が倒れても、彼女は彼らを立ち上がらせ、戦い続けさせることができた。彼女に勝つには、彼女がエルフなどの兵士を呼び出す前に、彼女を捕らえるしかなかった。もう一つの例には、 母親が人間の女王であったホグニがある。シドレクスサガによると、ホグニの父はエルフのアドリアン王であった。ただし、シドレクスサガの原点のほとんどはドイツ語資料である。ヘームスクリングラとソースタインサガでは、現在のブルヒュースレーン地方と一致するアルフヘームを支配した王党について説明している。彼らにはエルフの地が混ざっていたため、 他の男たちよりも美しいと言われていた。彼らの最後の王の名は、ガンドアルブといった。北欧神話とキリスト教神話が混合した、スカンジナビアの民間伝承のエルフは、デンマークでは、エルバー、ノルウェーでは、アルブ、スウェーデンでは、男性が、アルブ、女性がアルバと呼ばれている。ノルウェーでの呼び名アルブは、本当の民間伝承ではあまり使われず、使われるときは、 フルドフォルク、ハルドリフォークやベッテル、ベターの同義語として使われる。フルドフォルクとベッテルは、大地に住むエルフというよりはドワーフに近い存在であり、アイスランドのハルダフォークに相当する。デンマークとスウェーデンでは、エルフとベッテルとは別の存在として登場する。イギリスの民間伝承に登場する、昆虫翼を持つ妖精フェアリー。フェアリーは、デンマークでは、アルファー。 スウェーデンでは、アルバーと呼ばれているが、正しい訳語はフィアである。デンマークの童話作家アンデルセンの、バラの花の精ザ・エルフ・オブ・ザ・ローズに登場するアルフは、花中に住めるほど小さく、肩から足に届くほどの翼を持っている。アンデルセンはまた、妖精の丘、ザ・エルフ・ンヒルで、エルビアについて書いている。この物語のエルフは、デンマークの伝統的な民間伝承に似て、 丘や岩場に住む美しい女性であり、男たちを死ぬまで踊らせることができる。彼女たちは、ノルウェーとスウェーデンのフルドラ、フールドラのように、前から見ると美しいが、背中から見ると、木のほらのような姿をしている。英国の民間伝承には小さく翼のないエルフも登場する。サンタクロースと同一視されているエルフを、ノルウェーでは、ニッセ、ニッセ、スウェーデンでは、トムテ、 トムットと呼んでいる。北欧神話型のエルフは主に女性として、丘や石の塚に住む者として、民間伝承にその姿を残している。スウェーデンのアルバー、タン、アルバは、森の中に、エルフ王と住む、驚くほど美しい少女であった。彼らは長命で、この上なく気楽に暮らしていた。このエルフは例によって、金髪で白い装いをしているが、 スカンジナビアの民間伝承に登場する存在のほとんどが素であるように気分を損ねると手に負えなくなる。物語において彼らはしばしば病気の精霊の役割を演じる。最も一般的でほとんど無害な例ではアルバブラスト、エルフの人吹きと呼ばれるヒヒリする吹き出物がある。これは不意語を使った強力なお返しの人吹きで直すことができる。スカンジナビアに 特有の岩石線画であるスコールグロッパーは、そう信じられていた用途から、アルバクバーナー、エルフの小引き場として知られていた。誰であれエルフの小引き場に供物、つ、できれば、バターを捧げれば、エルフをなだめることができた。これはおそらく古代スカンジナビアの、エルフの釘、アルファブロットに機械を持つ習慣だろう。霧深い朝か夜の草原では、エルフたちが踊るのを見ることができた。 彼らが踊った後には炎上の何かができた。これはアルバダンサー、エルフの踊り、またはアルバリンガー、エルフの輪と呼ばれ、この輪の中で小便をすると性病にかかると信じられていた。エルフの輪、フェアリーリングは一般的に小さいキノコの輪、近隣でできていたが、別種のものもあった、地類や他の植物や、そのように見えて広がった交渉など。また、 森に自生するキノコは、当時のスカンジナビア半島やロシアなど、北方の貧しい農民にとっては、食肉に代わる食感とアミノ酸源である旨味を持った、貴重な食材であった。エルフの舞いを見た人間は、ほんの数時間そうしていたつもりが、実際には、多くの歳月が過ぎていることに気づく。中世後期のオーラフ・リレクランスについての歌では、エルフの女王が彼を踊りに誘うが、 彼はこれを断る。オーラフは、エルフの女王と踊ったら、何が起こるか知っており、また彼は、自分の結婚式のために家路についていたからである。女王は贈り物を申し出るが、オーラフはこれも辞退する。女王は踊らないのなら、殺す、と彼を脅す。しかしオーラフは、馬で駆け去り、女王の差し向けた病で死ぬ。彼の花嫁も、絶望のため生きエる。エルフは、 美しく、若いとは限らない。スウェーデンの民は、リートル・ロサ・アンドロング・レーダでは、エルフの女性、アルバクビナが、王の牛が今後かの女の丘で草を食べないことを条件に、ヒロインのロサを助ける。彼女は老女であるとされ、その外見から、人々は彼女が、地下の住民の一人だと見抜いた。ドイツの民間伝承では、エルフは、人々や家畜に病気を引き起こしたり、 悪夢を見せたりする、一癖あるいたずら者だとされる。ドイツ語での悪夢、アルプトラウムには、エルフの夢という意味がある。より古風な言い方、アルマドラックには、エルフの重圧という意味がある。これは、エルフが夢を見ている人の頭の上に座ることが、悪夢の原因だと考えられていたためである。ドイツのエルフ信仰のこの面は、スカンジナビアのマーラに対する信仰に一致するもので、ある。 それはまた、インキビと、サキビに関する信仰とも似ている。ドイツの女ジ,ジシ、ニーベルンゲンの歌では、ドワーフのアルベリッヒ、アルバークが重要な役割を演じる。アルベリッヒを時期通りに訳せば、エルフ王となる。このようなエルフとドワーフの混同は、新、エッタで既に見られる。アルベリッヒの名は、フランスの武君誌に登場する、妖精王アルバランを通じて、英語名オベロン。 オベロンとなった。オベロンは、シェイクスピアの夏の夜の夢に登場するエルフとフェアリーの王である。ゲーテの詩で有名な魔王、デア・エロールクーニッシュイコール、エリフ王の伝説は、比較的最近にデンマークで始まった。彼の詩は、ヨハン・ゴトフリート・ヘルダーが翻訳した、デンマークの民間物語、魔王の娘をもとにしている。 ドイツとデンマークの民間伝承に登場する魔王は、アイルランド神話のバンシーのように死の前兆として現れるが、バンシーとは異なり、死にそうな人物の前にだけ現れる。魔王の姿と表情から、どのような死が訪れるのかがわかる。魔王が苦しげな表情をしていれば、それを見た人は苦痛に満ちた死を迎え、魔王が安らかな表情をしていれば、穏やかな死を迎える。 クリーム兄弟の童話、小人の靴屋には、靴屋の仕事を手伝う、身長1フィートほどで裸の、ハインソールモンチェンと呼ばれる種族が登場する。彼らの仕事に、小さな服で報いなければ彼らは姿を消し、報いればとても喜ぶ。ハインソールモンチェンは、むしろコボルトやドワーフに近い存在なのだが、この作品は、靴屋とエルフ、ザ・シュメイカーザ・エルブスと英訳された。 エルフという単語は、声語の単語 LF、福、エルフ、地域や年代による変形として、ユーフやエルファンがあるとして英語に入り、アングロサクソン人と共に英国に上陸した。アングロサクソン人の学者は、ギリシア神話、ローマ神話に登場するニンフを、エルフや、その変形の単語に翻訳した。初期の英語に関する証拠はわずかではあるが、アングロサクソン人のエルフ、 LF が北欧神話の初期のエルフの同類であると考えられる理由がある。LF は人間ほどの大きさであり、超自然的な力を持っていて、男性だけの種族というわけではなく、出会った人間を助けることも傷つけることもできた。特に、エッタ氏におけるアース神族とエルフ、アルファルの組み合わせは、声語の呪文、ウィズ・ファースティス、ウィズ・ファースティスやアングロサクソンの人名にある OS や LF のような道語族の言葉の印的な発声に反映している。例えば、オズワルド、オズワルドや、アルフリック、エルフレック、北欧神話のエルフの美しさに関する、さらなる証拠は、イーレフション、エルフの美のような声単語の中に見つけることができる。この語は、声越しのユリトキと、創世記 A に登場する、魅力的で美しい女性に使われている。 エルフは美しく潜在的に親切な存在であると、歴史を通して英語を話す社会のある階層には考えられてきたが、例えば、ベオウルフの第112行にあるように、アングロサクソンの資料は、エルフと悪霊の同盟についても証言している。一方では、古英単語の LF の変形である、オフは、おそらく最初は、鳥飼い子、または、エルフの魔法によって傍然としている人物について、 ノべるのに使われていた。エルフの一撃、または、エルフの太や、エルフのや、エルフのや傷、エルフショットという言葉は、スコットランドや、北、イングランドで見られる、慣用句である。これは、病気や障害が、陽性によって引き起こされるという信仰に由来する。16世紀の最後の四半世紀の頃の原稿に、エルフが起こす激痛という意味で初めて現れた。これは、 あとの17世紀のスコットランドでは、新石器時代の角石の矢尻を意味するものとされた。この矢尻は古代人が癒しの儀式の際に使ったものだが、17世紀の人々は魔女やエルフが人や家畜を傷つけるために使ったと信じた。エルフの茶目っ気がもたらす髪のもつれは、エルフロック、エルフロックと呼ばれた。突然の麻痺は、エルフの位置付き、エルフストロークと呼ばれた。 このような表現は、が書いた1750年の昇華にも現れる。エルフは、イングランドやスコットランド起源のバラットに多く、登場する。民話と同様に、その多くは、エルフェーム、エルフムや、エルフランド、エルフランド、いずれも北欧神話で言うアフヘームのことへの旅についての内容を含んでいる。エルフェームや、エルフランドは、薄気味、悪く不快な場所として描かれている。 バラット、詩人、トマス、トーマス・ザ・ライマーに登場する、エルフェームの女王のように、エルフは時折好ましい描かれる。しかし、チャイルド・ローランドの物語、テール・オブ・チャイルド・ローランドや、イザベルと妖精の騎士、レディ・イザベルザ・エルフ・ナイズのエルフのように、エルフはしばしば強姦や殺人を好む腹黒い、性格だとされる。イザベルと妖精の騎士のエルフは、イザベルを殺すためにさらう。 ほとんどのバ合、イバラットに登場するエルフは男性である。一般的に知られているエルフの女性は、詩人、トマスや、エルフランドの女王の乳母、ザクイーン・オブ・エルフランド・スナリスに登場する、エルフランドの女王ただ一人である。エルフランドの女王の乳母では、女王の赤子に授乳させるために女性がさらわれるが、赤子が血離れをすれば、家に帰れるだろう、との約束を得る。どの事例においても、 英国のエルフは、スプライトやピクシーのような特徴を持っていない。近世のイングランドの民話では、エルフは、小さくいたずら好きで、見つけにくい存在として描かれている。彼らは邪悪ではないが、人を苛立たせたり、邪魔したりする。透明であるとされることもある。このような伝承によって、エルフは事実上、イングランド先住民の神話に起源を持つ、フェアリーの同義語となった。 引き続き、エルフの名は、フェアリーと同様に、プーカやホブ・ゴブリン、ロビング・ッド・フェローやスコットランドのブラウニーなどの自然の精霊を表す総称になった。現在の一般的な民話では、これらの妖精や、そのヨーロッパの親戚たちが、はっきりと区別されることはない。文学からの影響は、エルフの概念をその神話的起源から遠ざけるのに重要な役割を果たした。 エリザベス朝の劇作家、ウィリアム・シェイクスピアは、エルフを小柄であると想像した。彼は明らかに、エルフとフェアリーを同族として考えていた。ヘンリー四世の第一部、第二幕、第四場で、老兵ホールスタッフは、春王子に、痩せこけた、エルフの輩、から、と呼びかけている。夏の世の夢では、エルフたちは昆虫ほどの大きさとされている。一方、エドマンド・スペンサーは、妖精の女王、 ザ・フェイリックイーンで人間型のエルフを採用している。シェイクスピアとマイケル・ドレートンの影響はとても小さな存在に対してエルフとフェアリーを使用するという基準を作った。ビクトリア長期の文学ではエルフは尖った耳を持ちストッキングキャップをかぶった小さな男女として挿絵に描かれている。リチャード・ドイルが挿絵を描いた1884年にアンドリュー・ラングが描いた 妖精物語、いないいない王女、プリンセスノーバディーでは、エルフが赤いストッキングキャップをかぶった小人出る。一方で、フェアリーは、蝶の羽を持った小人として描かれている。ロードダ男性にの、エルフランドの王女はこの時代の例外で、人間型のエルフが登場する。バックソーンの誓い、ザ・バックソーンウェウスという伝説では、バックソーン、黒梅もど貴族の植物を円形に巻いて、満月の夜に、 ファンの中で踊ると、エルフが現れるとされる。踊りではエルフが逃げ出す前に挨拶して、とまれ、願いを叶えよ。と言わなければならない。すると、エルフが一つ望みを叶えてくれるという。J.R.R. トールキンの小説、指輪物語は、現代における、エルフのイメージに影響を与えた。トールキンのファンタジー小説において、エルフは、 妖精の総称ではなく、半身的な特徴を持つ一つの種族の名称である。指輪物語に登場するエルフは、身体能力が高く、知識に富み、魔法を使う。人間ほどの背丈で、長く尖った耳をしている。トールキンは、コビットの耳は、エルフのように尖らせてほしいなどと手紙に書き、その意を汲んだイラストレーターらが、エルフの耳を尖っているように描写した。 エルフを扱ったファンタジー作品の中には人間との根血であるハーフエルフが登場するものもある。多くの場合、ハーフエルフは人間とエルフ双方の特徴を受け継いでおり、人間とエルフの双方から差別的な扱いを受けることがしばしばある。エルフと人間との衣類婚姻探はいくつかの神話にも描かれるモチーフであるが、今日のハーフエルフの原型は、 指輪物語での定めに多く追っている。同作のハンエルフは種族として固定されたものではなく、彼らはエルフと人間のいずれの運命を選ぶかの選択を行い、エルフの運命を選んだものは不姿勢を得たという設定である。日本では古来より超常的存在の主役は妖怪や神であり、西洋的な妖精のイメージはなかなか定着しなかったものの、 1978年の指輪物語の映画化を機に日本でもファンタジーの要素が流行の詩を見せ、エルフやオークといった言葉が徐々に認知されるようになっていった。その影響から欧米の文学や民間伝承などに登場する妖精の総称としてのエルフ像よりむしろ動作で描かれるような固有の種族としてのイメージが日本におけるエルフのステレオタイプとなった。後に 様々な改変を経て、エルフ像の特徴に際が見られるようになったため、エルフと一口に言っても定義することが困難になっている。さらに、悪魔のモチーフである尖った耳を持つ妖精の用紙が描かれた海外のゲームやペーパーバック小説のイラストを通じて、エルフの耳は長いものというイメージが日本人の間に定着し、日本製のゲームや小説などには、 耳の長いエルフの絵柄が頻繁に登場するようになった。特にそのイメージに強固な影響を与えた代表例として1988年刊行の小説ロードストー戦記に登場するデイドリッドのキャラクターデザインが挙げられる。ロードストー戦記の長い耳のエルフのモチーフは1982年の映画ダーククリスタルだと語られている。しかし、 エルフのイメージは必ずしも耳が尖っていると決まっているわけではなく、本来的にはそのような認識は誤りである。現代の米国、カナダ、英国における民間伝承ではサンタクロースの助手としてエルフが登場する。このエルフは緑色の服を着て尖った耳と長い花を持つ。想像上の彼らはサンタクロースの工場でクリスマスのプレゼントになるおもちゃを作り、 放送している。アイスランドでのエルフは目撃したという人々によると人間に似ているがやや小型の外観で素朴で普段は穏やかな生き物であるとされる。2012年には陽性遺産保護法が成立しておりエルフに関係すると言われている岩などが保護指定されている。1971年には エルフの家とされる巨大な岩を道路工事に伴って移動させたところ、多くの技術的混乱に直面することになった。またレイキャビク近くの道路工事では、エルフの岩とされている岩石を誤って土壌に埋めてしまったところ、道路は冠水したり、負傷する人が出たり、周囲で重機の故障が相次いだ。そのため、アイスランド道路管理局はこの岩の現状復帰を決め、 掘り出し作業と洗浄作業が行われた。アイスランドでは、エルフたちは、日々の生活の一部と考えられており、エルフに配慮するために工事が変更になったり、エルフによる警告を信じる漁師が失業、見合わせるようなことがある。注釈。出典段落の出典。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。